クリストファー・イシャー・ウッドは、イギリスの小説家、脚本家。イングランド・チェシャーにて生まれ、イギリス陸軍の中佐であった父親の仕事の都合で、様々な町にて幼少期を過ごした。16世紀からの名家の出身。第一次世界大戦で、父が戦死し、その後は母とロンドンで暮らすようになる。サリー州のプレパラトリースクールで、WH オ伝デンと出会う。その後、 医学を学ぶためにキングスカレッジロンドンに入学したが、1年で退校した。イシャーウッドと WH オーデン。1939年、カールバン・ベクテンによる撮影。ケンブリッジ大学を中退して、職を転々とし、1928年諸女作、陰謀形を発表。1930年代、WH オーデン、セシル・デイ・ルイス、ルイス・マクニース、 スティーブン・スペンダーら、オーデングループの一員となる。イギリスのアッパーミドル階級の暮らしを嫌悪し、1929年からヒトラー政権成立直前までベルリンに滞在した。3337年にかけて、コペンハーゲン、シントラなど、ヨーロッパ各地で生活。オーデンとエフロク東半他の実験的刺激を合作。1938年には、オーデンと共に、 日中戦争下の中国を旅行し、帰国後、第二次大戦を予想した合作、前線にて、を発表した。1939年にアメリカ合衆国へ渡り、1946年に帰化する。芸男性の分泌家として帳名。48歳の時、当時18歳だった画家、ドンバ・バチャーディに出会い、亡くなるまで、生涯のパートナーだった。 2007年には二人の生涯を追ったドキュメンタリー映画クリス・ダン A ・エーラブ・ストーリーがリリースされている。代表的な短編小説サラバ・さらばベルリンは1951年ジョン・バンド・ルーテンにより私はカメラとしてブロードウェイで舞台化された。この演劇は嵐の中の青春として映画化された。さらに1966年キャバレーとして ミュージカル化されて、トニー賞を受賞し、1972年、キャバレーとして映画化されている。イッシャーウッドの30歳以上年下の恋人であった、ダンベカーディ、カールバンベクテンによる撮影翻訳。ありがとうございます。